もらってる人、それから将来年金を、まあ、もらうような人ですね。この人たちに対する債務というものが今大体700兆円ぐらい、まあ、必要だというんですね、しかしね、この700兆円というものは分離してしまって、これこそ国債でね、50年なり100年で返していく、それでいいんです。その代わりも今年でも来年でもね、はい、まさに国債でね、それこそこういう時にこそ国債ってものは使うんですよ、50年とか100年で返していって、お父さんのところにいるんだよ。今年からでも来年からでもね、まず自分が払ったものしかこれからもらえませんよという原則にするのはね、今年からでも来年からでも来年からでもできるんです。ただしですよ、ここで問題なのは、低所得者の方はやっぱり払うお金ってなかなかその限界がありますよね。そうするともらえるお金も少なくなるのかっていうんですけども、その時にこそここに税を入れてですね、一瞬で寝るね。低所得者の方には税でサポートしてあげたらいいんです。しかし高所得者の方はね、払った分で戻ってくる、でその他に資産があればそのまま前にやってもらえればいい、そのように税の投入なんかする必要ないわけです。だからこの700兆円のね、この年金支払い債務をどう